えー、私もね、こんな大変な時に、のんきに引っ越しなんかしたくないんですけど、まあ、隣のあやき声もうるさければ、まあ、生活音ドアを気遣いなくバンって閉める、ドスドス歩く、なんかずっと電話してる、とかでうるさいんでね、コロナの前にストレスで死んでしまうということで、もう引っ越します。んで、さっき不動産屋に行ったんだけど、二日前に電話したのね、こう数モに乗ってる、こことここ行きたいです。あ、じゃあ、19日の、 1一時にお店に行きますって言ったんですよで当日言った時間に行くじゃんあ今鍵用意しますんでで、若干待たされるわけもうさ用意しとけよ何のための予約予約って何 もうね、私が一時に行ったらすぐ出れるようにしとけよ。もうこういうシチュエーションに遭遇すると本当に腹立つ。何が腹立つってね、クレーム入れるほどじゃないから、心の中にモヤモヤが溜まって終わるわけよ。でも普通の人は今鍵用意しますんでって言われても、はいはいってあんまり気にしないんじゃないかな。 どうなんすかね私、普通の一般人は別に気にしたり、そんなにムカつかないんだろうなって思ってるんだけど。美容院でもこれよくあるんだよね。一、まあ、時に予約しててさ、時間通りに行くじゃん。予約したのに、ちょっとお待ちくださいとか言って、雑誌渡されて、渡されるやんね。まあ、これよく考えると、私の前のお客さんが、まあ、すごいおしゃべりだとしたら、まあ、長くなっちゃうじゃん。どうしても。めちゃくちゃゃく 長い人がベリーーショートにしてたらまあやっぱりり切るの時間かかりそうじゃんだから、美容院における時間通りって、中の人の立場になって考えてみると、そりゃあ難しいんだけどね。もう私は1000円カットしかいかないことにしたんで、このイライラからは解放されたけどね。病院の予約 待ち時間は合ってないようなもんだから、あれは諦めてるよ。あれはクソっていうのにも疲れて呆れ果てたっていうか、諦めてるっていうか、病院は行かないといけないってシチュエーションになった時点で負け。で、しかもマスクしてないわけよ。コロナが流行ってなかったら何とも思わないよ。けど今の時期接客業でマスクしてないって で客を舐めてるようにしか見えない私だけじゃなくて、いろんな人がお店に来るわけじゃん。その人たち全員に対して。と思ったけど、マスク売ってないのかもしんないっすね。そしたら、会社で買って配布するとかさ、こう会社でドーンって買って、ちゃんと各店舗に送るみたいなさ、それか営業しなきゃいいのにね。病院とかスーパーと違って、不動産やって、 って、絶対、空いてなきゃいけないもんじゃないし。ないのはしょうがないとしても、私だったら、マスクどこにも売ってなくて、もうマスクなしですいませんって、一言言うけどね。 でさ、先週行った不動産会社の人は、マスクしてんだけど、もうずっとこんな感じで、正しい付け方じゃないの。マスクの意味をなしてないわけよ。これもさ、コロナが流行ってなかったらどうでもいいんだけどさ、この会社、このチェーン店って、客のことを大事にしてないんだなって。 でさ、マスクちゃんとつけてもらえますとかって言えないじゃん。多分50歳くらいのおじさんだし。もう言われなきゃわかんねえのかよって。んで、部屋見るときに車に乗って移動するでしょ今、密室になったらやばいから、換気しなきゃと思って、私はすぐ窓を全開にするわけ。でも、運転席全然開けないわけよ。開けようとしないわけよ。今のこのご時世を考えたら、お客さんのことを考えてね、真っ先に換気するでしょ。 普通。これはさすがにコロナやばいんで窓開けた方がいいっすよって言った。なんか普通に言うと角が立つんで、あ、私コロナ持ってるかもしれないんで窓開けた方がいいですよ。うん。でちょっとギャグっぽくね。本当にね、日本人は危機感ないよ。まあ不動産屋に行ってる時点で私も危機感ないんだけど、でも私はさ、その不動産屋の人に万が一にも映しちゃ悪いと思って、マスクなしで行くって、 っていう選択肢はないわけよ。この時期に引っ越しするっていうクソみたいな行動をするならね。せめて最低限の礼儀が伝わるようにしていくじゃん。けど店側の人が何にも気をつけてないっていうね。でも普通にお客さん何組か来てたよ。やっぱ更新の時期の人はお金かかっちゃうから、まあ引っ越さなきゃいけないのもわかるけど、まあ基本的にみんなのんきだなって思ったよ。 で、物件見てる時もさ、4件行ったんだけど、2軒目と3軒目の距離が割と近かったわけよ。3軒目が狭い道のところにあって、車止められないってぐるぐるぐだぐだして、ちょっと遠くに止めて結局歩いたんだけど、その3軒目は2軒目を見た時に止めたパーキングから歩いて行ける距離だったわけよ。2軒目を見終わった時に、あ、次の物件は歩いてすぐなんで、 って言ってもらえれば、ま止められるところがないってぐだぐだしてぐるぐるする必要なかったわけよ。そういうのさ、なんで事前に調べないの？って思っちゃうの。私だったら事前に電話で行きたい物件聞いてるんだから、住所見てね。あ、こことここは歩いて行った方が早いな。 とかって完璧に準備しとくわけよ。私はこの駅初めて来たからもう歩いた方が早いとか車で行った方が早いとかわかんないじゃん。でも不動産会社の人は、まあ、駅の近くの地理のことを大体把握してるわけじゃんか。 で、この帰りに何にも食べてなかったから、ココス行ったらね、夕方5時ぐらいだったから、もうガラガラだったわけよ。で、周りに全然人がいない席に通されて、私が座ってしばらくした後に来た人を、私が座ってる真ん前に通すわけ。なんで がなくてもこののパターンムカつくのにさもうカウンター廃止してるのになんでそこ他いっぱい開いてんじゃんっていうクレーム入れるほどでもないちっちゃいイラっていうのが生活の中にいっぱいあって HSP は苦労してるって話ですねはい。 ただね、そのココスに入り口にアルコールが置いてあって、こう私が入った時にお店の人に手の消毒お願いしますって言われたのよ。それはすごくいいなって思った。しかし昨日マスクつけながら5時間くらい過ごしてみたけど、本当に息苦しい。ただでさえこういう時に働いてくれる人たちってもう感謝しかないのに、こうマスクつけながら8時間も9時間も働くって、ほん 本当に大変。自分で体験してみて、すごいよく分かった。もう外したくなる。普通に酸欠で気持ち悪くなってくる。もう本当に病院の人たち、スーパーの人たち、飲食店の人たち、あとゴミの回収する人たちとかさ、もう感謝しかないです。ありがとうございます。